こんばんは。こんばんは。喉が。愛してる雨、尊い結婚して。ワキーハートありがとう。こんばんは。中村舞でーす。次もありがとう。かわいいもありがとう。そう、なんか顔がちょっと赤っぽくオレンジっぽく見えるのはこの背景背景がオレンジだからです。このショールームがハロウィン仕様になっているからでございます。こんばんは、中村舞です。背景いつもと違う。ここでやったことあるよ。これタンスやったことありますよ。そう、なんでここかっていうと、あのここにこのこれがあるんですね。コンセントがあるわけですね。なんでここでやってる。イケボールハートありがとう。充電中です。ハロウィンだけど気分はハロウィンじゃありません。全然ハロウィンの気分じゃないです。ただ明日はお話し会なので、あの服は着ます。ハロウィンっぽい。ありがとう。なんか久しぶりな感じがします。どうかな。なんかね、10月はね、あんまり私がそこまでイベントがないので、なんかさ、千穂ちゃんがさ X でさ、みんなに会えるイベントみたいな感じでさ10月11月載せてたやつがさめっちゃいっぱいあってさ、えーってなって、すごいいっぱいだって、羨ましい。本当にめっちゃあったの。結構な日にち。毎日レベル。マイキューはないか。でもマイキューはね、まあその分8月に写真集イベントとかでみんなと会ったりできてたから、8月、まあ、9月そうだ、ね、クエスト第4弾もメンバーいなかった。あれはね、あれなんだよ、あの期別で確か分かれてて、最初が1期ドラさんだ
ったんだと思う。で次が2期生で、で今度 2.5 期生と3期生なんじゃないかな。そうそう、確かなんかあかりんさんがそう言ってたような番外編。そうそうそう。でもありがとう。ソロ公演、なんかソロ公演やりたいけど、ソロ公演私なんか並行していろんな物事ができないんですよね。マルチタスクできない人なので、ちょっと今本当に頭いっぱいいっぱいで、なんかいろんなことで、だからいろいろ乗り越えていずれしたいですね。全然そんな予定はありません。とりあえず場所と日にちだけ決めちゃえば。いやもう本当に嫌です。なんかとりあえずで日にちを決めちゃダメですよ。そう思いませんか？思いますよね。うん、8周年みたいに、え、なんか、うん、なんか、なんかなんだよね。なんか、待ってるよってありがとう。なんかでもね、8周年とかもね結構キャパが大きいからってね、なんかそこまでにみんなで埋めれるように頑張りますみたいなのはあんまり得意じゃないっていうか、なんかそのそういう感じはあんまり、うんっていうか、なんかそこの目標でそれを埋めるだけで、そこのそれを目標にしちゃうのはうーんって思っちゃって、そうなんだよね。なんかね、もちろんまあ大事なんですけど、それが目標になってそうで、うん、埋めるのが目標になってそうで、なんかうん難しい、なんて言ったらいいのか分かんないけど、なんかそう語彙力がないからあれなんですけど、なんかいろんなことをしてその先になんかうんだからなんかね、いろいろ先々決めるのは大事なんですけどね、自分の目標にもつながるけど、もうなんか決め方も大事だなっていうのは思いますね。でもなんか毎年たくさん大きい箱とかをすごい用意してくださってるんですけど、もう10周年になったら
東京ドームとか用意されるんじゃないかと思って今すごく震えています。ブル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 あまあそれは冗談ですけど、目標大きい方がいい、夢は大きい方がいいよ。目標が大きすぎると結構難しかったりもするけど、夢は大きく、夢を見るのは無料ですから。ありがとう。何がしたいか、じゃあマジ何がしたいか分かんなくなってくることありません？いろいろやってて、私って何がしたいんだろうみたいな。まあそれは誰しもが通りそうなんですけど。常にそう。みんなそう？ありがとう。このうん、難しいですね。なんでこんな話したんやろ今日。ダメダメ暗い暗いです。ダメだ自分、本当にハロウィンの気分じゃないとか言ったからですね。真面目、え、私真面目ですよ。あの愛媛県民のなんか、あ、そう、県民性みたいなやつあるじゃないですか。それ愛媛県民は真面目なんですよ実は。うん、だからそう真面目愛媛のあのチャンネル名なの。真面目じゃないけん、そんなん知らん上げ足を取るな、いいか。真面目と言ってるんだから真面目だ。武士みたい、なんかさ、私武士みたいに武士みたいに話すらしいからちょっと気をつけます。後ろの白いの、あ、これカーテンです。私のカーテン可愛いんですよ。カーテン紹介しよう。この一目惚れして買ったカーテン、このまるでこう空にいるかのように、このね雲がね、ちょっとこのふわふわの生地でこういっぱいあるんですけど、これ遮光カーテンではないので、これ一枚で毎朝すごい眩しい思いをしながら、はい起きています。ただこれ可愛くて、可愛いよね。多分これサイズも間違えたんだよね。
サイズを間違えて買ったカーテン。何のためか、なんかインテリアみたいな、気分上げるためカーテンね。この雲かわいいよね。かわいいって思って買いました。大は小を兼ねます。確かに小さすぎないからいいよね。もう終わるの？何時？もう50何分とか？皆さん明日は1時間目は10時からです。待ってます。早いよ。乗って大丈夫ね。レクサーさん、こまりさん、りょんきゅうさん、きなぺこさん、山道さん、福太郎さん、ココさん、よっちゃんごういちさん、よしーさん、ティーンさん、くまねパパさん、ガムシューさん。1位はドルルドルルルドドン、くちゃまるさんでした。ありがとう。短い時間でしたが、さっきね、なんか廊下か、なんか幽霊が多分いるんですよ、廊下に。だからさっき廊下に向かってめっちゃ叫んだんですよ、ずっと。めっちゃ喉がもう枯れてるっていうか、痛くてもう本当に大変です。おやすみなさい。明日は日曜日です。怒った？めっちゃ怒った。幽霊には怒るのが一番効きますから、皆さん怒りましょう。幽霊が出たらなんて言ったか、大概にしろ、出ていけー、帰れって言いました。出て行ったか、どうでしょう。おやすみなさい。また明日。またね。明日は早起き。頑張ろう。